にちは。でも取れてきちゃう。焼きそば捨てた？捨てるわけないじゃん。捨ててないですよ。あ、なんかさ、焼きそばなんだっけ、チャーハンみたいな感じにしようと思って調べてさ、作ったんだけどさ、量が多すぎてさ、まだ残ってる。後で食べようと思って、一回食べきれなかったからお皿に分けて冷蔵庫にいます。後で食べようと思って、夜ご飯で。捨てないですよこれ。両面テープ買ってきた。両面テープ、なんか私が前買ったさ、付箋さ、200何円ぐらいかと思ってたら400何円だった。全然違ったんだよ。意外と高かったから、もうやめた、買うの買おうかと思ったけど、スノーセンでいいや。両面テープだけ買ってきた。そう、今使ってるのは100均で買ったやつ。これ知ってるよ、100均で売ってるの。そんな当たり前じゃん。知ってますよ。両面テープは100均で買ったやつだったけど、お前ちょっと100均に今日行かなかったか、普通に違うとこで買った。使うかどうか、あ、解体方法はびっくりした。こんにちは。夜ご飯はあれ食べる。残りお昼食べきれなかったから、チャーハンにして余っちゃったから、ちょっと量多くて一人前の量じゃなかった。あとでまた食べる。寒いね、確かに寒いね。寒かったからさっき暖房つけた。今チャーハンのクッション干しっぱなしに気づいた。それはやばい。取り込まないと。明日は暖かいんだね。明後日は暖かいのかな。明後日劇場であるから、公園だから。
4は何度設定気になる。何度設定だったかな、忘れた。20何度か忘れた。そんな気にならないでしょ、暖房の設定温度なんて。キンキンに冷えてたクッション。確かにこの文字がまだ放置しちゃったら冷えちゃう。買い物行ってさ、ちょっと時間があったからさっきまで寝てた。寝て起きてちょっと寒かったからだもんすけど。何時間寝た？帰ってきて。いや何時間も寝、1時間寝てないぐらいさっきは。今日の合計時間は分かんないけど。今日さっき外出た、あん買いに行ったからこれテープ。これ買いに外出た。両面テープがさ昨日でなくなっちゃったから買ってきた。そう、買い物。この時はね、付箋貼るのにテープでも貼れるけど若干ね上がってきちゃうんで。あ、でも今日なんか意外とくっついてる。今日意外とくっついてるけど、両面テープの方が綺麗に貼れるから、今日はなんか綺麗にくっついてる。でもこの辺ちょっと上がってるか。ないんだとね、3位内、僕3位内です。3位内だと最終のオーディションに進めるんですよ。そうなんだよ。やだ、両面テープ使い切れてた。やだ、両面テープ前使ってたのはなんかね、他のにも使ってた。あれね、この付箋に使う用じゃなくてね、もともと違う用で買ってたやつだからね、使いかけだった。もともと使いかけ、なんか他のに使ってて、なんていうの、この貼る用に買ったわけじゃない。もともとちょっと使ってた。これは使ってないけど、これでも6メートルもあるからなかなかなくならないでしょ。ほら6メートル、どこに書いてあったっけ、こうか、6メートルって書いてある。見えないか、間違いちっちゃい。1時間以上寝られた。さっき1時間か、1時間寝たかなぐらい。さっきちょっと時間って買い物から帰ってきて、どのぐらい1時間以上寝てないか。ちょっと待って、別件の手伝う。この後でちょっとだけ B 公演の練習して、明日は雫の練習して、で明後日は雫公演でしょ。1日空いて、1日空くけど、16日空くけど、イベントどうしてことあるから、あんまり公演の練習できなさだから今日しとこう。で17が B 公演、いいね。
完璧なスケジュールだ。あとでビーコインのちょっとしよう。合間で。いい先なー。前日に鈴くんの練習したいからと16がそんなに時間が取れないからですかね。でもねエピアもできない、時間ない。できない。エピアするんだったら睡眠時間削んないといけない。無理だそんなの。睡眠時間削れない。白イベント終わって公演が終わったら18日ぐらいからやろう。できないそれまで。このイベントは16日までですね。5日間あるので。そこ覚えてるかな。2週間ぐらい前にやったけど、3日に前回やって、12月3日に覚えてるかな私。うん、やるけど、そっから一回もやってないからさ、そりゃ声がなかったからやってないから、ちょっとやってみて、覚えてるかな、確認を明日する。明日配信の合間とか1時間あればちょっとできるし。結果の影響そこまでですね。意外ちょっとあったかいぐらい、めっちゃうわみたいな感じじゃない、ちょっとあったかいぐらい。間覚えてる、だといいな。だといいけどな。だといいけど。皆さんも無事まで覚えればあとは完全大丈夫。ビーコイン？え、皆さんオープニングじゃんあれ。本当に？2曲目、え、2曲目だよね。うん。嘘でしょ。無理だよ。ヨゴスカまでとかだったらわかるけど、ありがとうはさ、そんなにさ振りがなかったりするからさ、それで言うんだったら分かるけど。2曲目だからそれ、皆さんご一緒。早すぎるよ。であろうとりあえずしずくじゃないわけよ、ビーコインのやつやって、明日しずく、うん。くしかわあくし、そうなんだっけ、前覚えてないか、前のなんか折りたたみのやつはリップ入れてるケースに入れてる。なんかお出かけするときに忘れたりしてたからさ、一回か入れるの忘れちゃった。くしあよいしょ、キララリトルツインスタンス、キララのくし、光で反射しちゃう、反射光飛んじゃうか。光で色がかわいい、素敵、色が飛んじゃう。この櫛持ってるのを出したから、ここにもいっぱい入ってる。聞
キハララハ。どっちも可愛いから選べない。キキララハ。どっちも。するけど忘れた。クッション持ってる前キャラクター大賞の当たりくじの。クッション一回だけやってて、その時もコギメンがいたから、コギメン狙いでくじ何回か引いて、その時何回引いたんだろう、5回ぐらい引いたのが5、6回引いて1個も出なかった。コギメン1個も出なかった。でもね、キケラのクッション欲しかったからね、それは出たの嬉しかったけど。そのベッドに置いてる。コギメンが出てるいる時に結構買うんだけどさ、当たりくじ引くんだけど、引く確率が低すぎて、私のいやもうなんかキャラクター対象の当たりくじはコギメンが少ないからさ、またキャラクター対象でさ、イベントじゃないそのイベントん、キャラクター対象のそのイベントのさ、順位のさ、なんだっけ、1位2位3位とかでも少ないから、入ってる個数なんていうの、賞の数がなんとか賞みたいな数が少ないから、どのキャラクターでも当たる確率は低いんだけど、コギメンが毎回当たんない。今回のキャラクター大賞のやつも引いたけど当たんなかったし全然違うキャラばっかり引いた。でも時間制限ありますよ、3時間です。3時間、ちゃんと確認して、3時間の制限なるよ。やっぱ昨日かかってなかったみたいだから、かけてもらったんで大丈夫です。今回は切れます。昨日はラッキーが重なる日で、宝くじに5時間の行列できてたらしい。ということで、昨日 ?12 月中に?ということで、ラッキーが重なるって。どういうこと何かある ?12 月12日 日にちじゃないのかな、別に分かんないよ。手の制限かけてもらったんで大丈夫です、切れます。今日は確認してもらったんで。それなんて読むんだっけ、それ、うん、その日だったよね。なんかあれか、感じ一粒万倍、重なる日だったのね、珍しいみたいな。何か始めると何倍にもって帰ってくる日。そうなんだ、知らなかった。重なる日だ。重なる、うん、どういうことか。あ、珍しくはないんだ珍しくはないけど、宝くじにめっちゃ並んでたってことすごっ、
宝くじさ、なんかなんだっけ、お父さんが昔めっちゃ昔に買ってて、私なんてちっちゃい頃とかに、なんか数字選ぶやつ、正しくどんなやつがわかんない、どんな種類があるかわかんないけど、数字なんかのところにさ、こう鉛筆で線引い、なんか線マークしてみたいなやつ、あれをさ買ってて、どの数字がいいと思うって言われて、これみたいな言ってた。スクラッチじゃない、削るやつじゃない、削るやつもやったことある。ラトシックス、わかんない、わかんないけど、なんか数字が書いてあって、そう、なんか数字選んでいくやつ、わかんない、なんてやつかわかんないけど選んでた数字、これとみたいなってめっちゃ適当に あれなんてなかなか当たんないよね。確かに買ってみたさはあるけど当たんないだろうけど楽しそうだもん、だってそのこの発表される日自分で買ったことはないや。そのスクラッチもお母さんのお姉ちゃんがね、なんか買ってきてて、なんか何枚かやるってもらってこうやったことはあるけど、それで当たったことはあるけどね、自分で買ったことはないね。もう何百円とかしか当たったことない。そんな当たんない。頭にかけてイエイとポーズしてたとこ、どの頃それえ、なにそれ、どの頃だ、わかんないいつだそれ。テレビで、テレビでたまに、あ、確かになんか見たことある、なんかめっちゃ前に見たことあるわ。なんか床に大量にスクラッチが置いてあってみたいな、こうあれなんか削っていってるの一枚一枚大変そうって思う見たことある、でもやってんのかな、あれめっちゃ前に見たことある。銀のエンゼル、銀のエンゼルまだ何回だっけ、2回ぐらいしか出たことない言うほど。あれ本当に出ないエンゼルなんて、出ない、だってさ箱買い、あのなんか20個だっけで買ってもさ出ないんだよ、なかなか金なんて一回も出たことないしね。あれは出ない難しい、ここで買ったらさ1個は出るみたいなやつじゃないからさ、ここで買っても1個も出ないもあるし、出なかったことあるしね普通に全然当たんないですね。
カードで買ったら銀1個当てるとかないですね。ない1個も当たんなかったこともある。それがないからさ難しいんだよね確率が低いから当たる。金なんかさ銀でそんだけ出ないから金なんてもっと出ないんだよ本当に出ない。なんかね、お母さんかお父さんどっちだっけな、お母さんかな、なんかお父さんもでも会ってたことあるって気がするけど忘れた。お母さんがめっちゃ前にハマっててチョコボールに、私が生まれる前とかの話だと思うんだけど、お母さんが言っててめっちゃ食べてた時期に金当てたことあるみたいな。家に金のエンゼルがあって、これどうしたのって聞いたらめっちゃハマってた時期に当てたことがあるみたいな言ってた気がする。めっちゃ待ってめっちゃ買ってたんだって。でもそれぐらいしないとさ、たぶん毎日とかのレベルで食べないといや無理無理だ、大変だよ金のエンゼル当てるの。銀も大変だけど、ね、金その銀確かあったはず、確か使ってないはず。前はなんか、あ、27分30分までかランキングもなきゃ、前キャラちゃんコンボした時銀のエンゼルやったはずだから。じゃあ13位からランキング見ます。13位井上千尋さんありがとうございます。12位筋肉愛好家さんありがとうございます。11位コペルさんありがとうございます。10位アラカトルさんありがとうございます。9位マルさんありがとうございます。8位ラスカールさんありがとうございます。7位お豆さんありがとうございます。6位ハッピーサッピーさんありがとうございます。5位キャンさん、キャンさんかな、ありがとうございます。あ、あれ怪我っつった急ぎ目でも。13位アラカトルさんありがとうございます。12位マルさんありがとうございます。11位コウトッキーさん当てるありがとうございます。10位おまめさんありがとうございます。9位ハッピーサッピーさんありがとうございます。8位ラスカールさんありがとうございます。7位キャンさんありがとうございます。6位イルカさんありがとうございます。5位バトニーさんありがとうございます。4位ちょっとゼロくねくねっとさんありがとうございます。3位レディオスジンヨンシさんありがとうございます。2位大間さんとマーク015さんありがとうございます。そして1位がとしのりさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとう。あ、でもさっきの配信でさ投げてくださった方書くの忘れてた。いやでも時間ないから次の時に書いて、ハロー、そうしよう。クランツさんでね。すいません。次の配信であります。じゃあ次、18時半から、次15分の枠です。あと、ちょっとか。次18時半から18時45分まで。ちょっとだけなんですけど、やります。じゃあ、また、次の枠。20秒、次18時半15分枠、短い、めっちゃすぐ終わる枠15分めっちゃすぐ終わっちゃう、早い。じゃあまた後で、ありがとうございました。またね、バイバーイ、また後で。